今月の21日から始まるクラウドハウス、はい、あ、ちゃんとしたわけそう中年ションフェア前回ネオ東でやった展示も発展と言ってもいいんですよ。そうですね、時間っていうか時がテーマなんですよ。そうですね、結構 PSY って時テーマにしてるんです。なんかそのさっき話した宇宙、うん、そう宇宙とか時空とか、うん、あと有機的無機的なんか水みたいなって何なんだろうっていう考え方を結構取り入れてるので、だから今回のエーションケアのその構成にてかなり親和性が高いというか、美しさ、曖昧さ、ことと評判になんか映像がすごくなっちゃうっていうのはなんかふと思う。これを PSY に当たるとそのままいって、そう、自分のままいってそんな感じになっちゃってるから、あれ、自分さ、それも、なんか考慮して、ちょっとオファーいただいたのかな。感覚的な。感覚的な、そういう意味ですね。まあでもなんか、あの、イメージを、こう、クラウドハウスの道に、空間にはめたら、パッと行けるって思ったんじゃないですかね。うん、僕もなんか場所の写真を送ってもらって、それなんかふと思いました。あ、これはここはいけるだろう、うん、いいですね、うん、それを踏まえてその時というところで切った場合、まあ、まず一つはブロックチェーンの製品が、うん、最近やっぱりまあ、データを保存するっていうところと、もっと100年とかのスパンで見た方がいいって言うんですね。そのところでは、まあ、NFT に載せた時空を巡る PSY であるみたいなところが一つ言えるのかなと思うんですけど、 100年スパンで見たいっていうのがどうか分かりました。なんか前回そのメオルトでやった個展が、あれ1年間で色相が変わる、うん、そう行動を皆さんにつけてもらって、そう1年間でそうワンサイクルしてる、うん、そう作品なんで、そうだからそれを踏まえると、なんかもっと長くして、これ例えばじゃ あ, 明日とかにスタートしても100年ってスパンで色相が変化されたら、うん、僕らはもう見えないですよね。すごいロマンがある、そうですね、でもしかしたら皆さんが言ってたのは、アニメーションが止まっちゃうっていう可能性もあるし、そもそもブロックチェーンどうですかって話にもなるし、そう、なんかそういう意味でいくと、なんかそういう時間軸をめちゃめちゃ広げてきた時の想像力が非常に作品の中に込められるんだったら、なんか面白いなと思ってて、ブロックチェーンも半永久的に続くと言われているけど、本当かよ、そう本当かよっていうのをなんか問い直すの色相はもう同じで、もっと言ったらそれに乗るサーバーも本当に続くの、 そのアート自体も続くの、ブロックチェーンも続くのみたいな、30×みたいな、そういいですね。そう、それをだから今回その発展的に1年だとやっぱり戻ってこう 見れると思うから、俺は分かんない、明日死ぬかもしれないしっていう、生まれてるまあそれはそれでロマンだけど、そうなんか100年ってタイムなんだけど、なんか非常に宇宙的だし、なんかそれを入れたかったんですよ。素晴らしい。100年っていうと2120、そう2120年は僕らはじゃあ全然存在するんですけど、そう、その時に戻ってこれるのか、その色が色が、ただその100年刻みにするとほとんど毎日変わってないように見えるんだけど、でも一日一日微妙に色相が違うんですよ、その
数値的にっていうか、それ以前にそもそもデバイスが持たない、ね、そう、デバイスが持たない。だからその、まあ、チェーン上には一応ね、あのハードウェアのサーバー自体もどうなんですか、確かに。だから IPFS もどうなんですかっていうことっていうこと。あとチェーン上には記載されてるからハードウェアがもしかしたら見れなくなるかもしれないけど、じゃあ果たして本当大元のブロックチェーンどうなんですかっていうこと。面白い。アートの理論の観点からそのブロックチェーンに投げかけるとか、うん、時空に投げかけるっていうのはなんかあるようでなかった気がするかな。うん、うん、まあコードでやってるとそうコードでやってる人は多分いるんですよ。そのだからこそ今回のフレームにこう動き続けるシステムが生きてるんですよ、うん、おお。そうこれは面白い。いいですね。めちゃくちゃいいですね。楽しいですか。そうですね。わかんない。3世代ぐらいの僕もしない。でもどっかで、うちの息子は別に子供作るわけでしょ、うん。誰かがいないのか。それがもしかしたらね、地球外生命体だっていうのが僕なんだけど。どういう話か。ね、持ってかれちゃう宇宙人わかんない。そういうのを想像しながら想像できるでしょ、まあ、もしかしたら地球ないかもしれない、まあ、そうですってなった時に、うん、誰か地球外のやつです、ね、まさにインターネット上のあれがさいたとしてさおお、これそう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 なんで、そうですね、やったりとかしてさ短くしてすごいいいみたいです。彼らからしたらそれはもう化石なんですよ。そう、化石かもしれない。あ、まあ、これ楽しくない？そう、さっきの宇宙の話持ってくる。そうそうそう。で、なんか宇宙的な何かにこう絡めなかったっていうのがあって、これは人間で作ったんですよとか、そういう、まあ、原則も言語じゃないかもしれない。っていうのを、あの風呂入った時に落ちてたので覚えてきたんですけど、そうそうそうで、ディスコードにまずないのでいや、面白い。いや、わかんない。でも今回それを搭載するかどうかっていうのはちょっとまだ決定ではないんですよ、まあまあ、それはまだ入れた時それちょっと時間かけてやるっていう、まあ、でも、その構想があって1年でも面白い、うん、そう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 1年できるのかよ。でもやっぱ大事なのはそこまで考えてるか設計してるかどうかじゃないですか。あのクラハウスのトラディショナルな方もあるっていうところにも、うん、と一緒にできるってことにまたなんか対比するような、ね、そうそう価値があるかなって思ってる。誰かわかんないアーティストの人もいるから変なので、トラディショナルにこれからなんかわかんないけど、なんか少しでそれが見たら面白いと思ってもらえれば、うん、なんかこうデジタルアート側としてやってる意味がある。